どうもろちん TV です。本日はですねドラゴンクエストウォーク、こちらの動画をやっていこうと思います。はい、来ましたね。新心が追加されました。カメレオンマンの祠が追加されて、そこからね新しい心がドロップします。カメレオンマン懐かしさもありますね。カメレオンマンはドラクエ6やドラクエ10に登場したモンスターです。ドラクエ10ではねオルフェア地区にいたと思うんですけども、なんか序盤始めたてところに出会うからめちゃくちゃ懐かしい感じがあります。でまずはカメレオンマンの祠行ってみましょう。で今回カメレオンマンの祠の条件で各キャラの心の合計コスト150以下というのが追加されています。で一応ね参考までに心をどういう風にセットしたかっていうのは自分の場合はこういう風にしました。でまずは回復薬がこんな感じ、ちょうど150ボボンガーを入れて、あとは記念大王とかねスノーモンで補っていくって感じで、あとはねメイダの心とかがコスト14でちょうど150になるんで、こういう心のセットもおすすめとなっています。でアタッカーは今回バギ属性ですね。で今回の更新で追加された祠には蜘蛛の巨人と、あとはドラゴンフライの祠もあります。で全部バギ属性が弱点なので、バギ属性でいいかなという感じでこんな感じで組んでいます。で心参考はまずはねヘルコンドルが、まあ、バギ属性のね時は入れるともう力も強くて、まあ、バギ属性特技ダメージも上がるっていうところで、まあ、大体ねヘルコンドルプラスアルファっていうのが一番お手軽で強い心のセットとなります。でバトマスはこんな感じにしてます。まあ、キングレオ、メラリザード、メラリザードは持っているとねマジで強いんで入れていくといいと思います。この斬撃耐技 10% とかがあるからねめちゃくちゃ優秀な心となっています。キングレオもね 10% の斬撃耐技があるから、まあ持ってたら、ね、入れるっていうのはいいと思います。であとはねゴーレムとか持ってたら入れるのもありかもしれません。自分はまだ A って感じですね。はい、心はねこんな感じになってるんで、まあよかったらね参考にしてみてください。はい、それではね、まあ、初見なんですけどもカメレオンマンのコスト150制限いってみたいと思います。さあ、あ、鬼面同士が横にいるね。なるほど、しもさ初見でやるのもめちゃくちゃ楽しいっすね。ワクワクします。さあどういう風になるのか、まずは縛っていく。普通にバギーがめちゃくちゃ取るね。超弱点出ますね。めちゃくちゃ縛り入っちゃった。もう死なないよな。もう結構呪文痛いね。意外と強いかもしんないね。鬼面同士が強いまである。であとは単体になるまでね社員スコール使うんだね。ドラブーでも んでガード率が高いって感じか。両手武器だから、うん、バギーがめちゃくちゃ通る。超弱点、攻撃すると優しいな。火炎斬り、ちょっとモーションも見たいからあんま縛んないでほしいっていうのがあるわ。であとねパラディン禁止ってルールがなくなりました。それはめちゃくちゃ嬉しいっていう感じがある。その代わりに魔法戦士入れてくださいみたいなルールがあるっぽいです。でそれについてはね後からまとめていくんで、まあ最後までよかったら見てってください。カメレオンマンの攻撃を見たいからちょっと縛んないでほしいっていうのはある。レボルスライサー、カメレオンマンの攻撃見たいよな。ナイス縛り。さあどういう攻撃してくるかな。氷結さ乱れ切り、あ、じゃあメラとヒャドがあるって感じか。火炎切りと氷結だ。あとはやっぱり、まあ、全体が通りやすい、バギが通りやすいね。メラゾーマすげえ、鬼面同士強くなったらマジか。うーん、縛っていく。でバギ切りとね、あ、結構なんか予想の範疇ではある。バイキルトからの氷結が結構強えな。カメロンは強え。いて、ガードもめっちゃするやん。ちょっと待って。結構、コスト制限でこれだったら無制限でも結構強そうだね。メラゾーンはね、いや、かっけえな。マジか。
あとどういう攻撃をしてくるんだろう。まあ本当はね、全体攻撃で縛るのが一番いいかもしれないね。真空蹴りとかでもいいかもしれない。 OK。 おー、ちょっとバイキルドゴーやばいよね。ういえ、パラディンはでも強い。メダパニーマ、やべえ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 、嘘だろ、まさか。わ、これやべえな、全員混乱した。ちょっとメダパニ対策もした方がいいかもしれんな。かなりやばい状況。うん、マジか。相手の攻撃も見たかったっていうのがあるんだけど、結構やべえことになったな。混乱解けねえとまず始まんねえ。おお、全員混乱。単発のメダパニもしてくんの、すごいことになっちゃった。やばいぞ、混乱解けないかな。メラミ、これはナイス落とし。ただ耐えれないなこれな。道具かな。ハッスル、ハッスルは全然回復しないだろうな。特約層パラディン、うってー、マジか。いけっから、ちょっと縛ってくれ。結構強いわ。ナイス縛り。よし、こっから立て直すぞ。若葉だ、若葉。危ない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 。いや、マジで普通に強かった。メダパニに皆さん気をつけてください。落とせるか？ガードしていく。マジか、ちょっと待て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 。若葉は使っていこうぜ。いっぱいあるからな。バイキルトからの、いや結構やばかったな。まず左右のメダパニにマジで注意した方がいいね。もうちょいで落とせるけど、落としちゃおうか。レボロスライサー、いけ、落ちない。いや初見だったけど結構 MP も厳しそうじゃんこれ。全然この多段攻撃で落ちていく。シバトマスは、まあ、結構手を抜かずに全体でレンジャー入れてった方がいいね。縛ってった方がいいと思います。マジで強い。落ちろ、落ちないか。縛れ、縛れもないか。これ落ちてもいいんで若葉連打します。1なんでね。うーん、ここがパラディン。もう一回あるな。でもバトマス狙われすぎだろ。マジ自利品状態ではあるが、ネボロスライサーで落としてくれ。落とすか、縛ってくれ。あー、これやれるのか。よし、決めろ。ナイスはい、ということで討伐しました。初見で挑んでみたんですけども、ちょっと相手のモーション見ようとしてさ、緩めたらさ、結構やばいことになったね。メダパニーマがやばかったんで、なるべく早く左右ね落とした方がいいかもしれません。そんな感じで初見討伐いたしました。さあ、心は来い。 D ランク渋いね。はい、ということでカメラマン討伐しました。ちなみに S ランクの性能はこのようになっています。最大 HP が 77、 MP が 59、 力が 39、 身の守り 43、 攻撃魔力が 63、 回復魔力9、素早さ35、器用さ41となっています。で、特殊効果がギラ特性ダメージ 12%、 怪人系のダメージ 7%、 物質系のダメージ 7%、 幻惑耐性 7%、 守備限耐性 7% となっています。
で、この心またね、ギラ属性来ましたね。まあ、かなりギラ属性武器ガチャのフラグがビンビンに立っていますし、あとはね、これ仏魔複合のギラ属性ね、使えますよね。攻撃力と力合わせて100を超えていて、ギラ属性 12% 盛りで、怪人特攻、物質系特攻あるんで、まあ普通にね、ギラの呪文で使ってもいいんですけども、まあ仏魔複合ですよね。ただ新武器でギラ属性の武器が来るかみたいなのあるかもしれないんですけども、これ紫で、まあ、仏魔複合の心なんですよね、一番ベストは。ってなるとバロックエッジがあるっていうところだよね。まあバロックエッジ 220% のその仏魔複合ギラ属性単体があるんだけど、だからまあ全体のギラ属性仏魔複合を出すか、まああとはね、アバン先生とか、まあ、ハドラーとかもね、ギラベギラマとかベギラゴンとかね、押してきてるんで、まあギラのね、期待は高いんだけど、このバロックエッジの扱いをどうするかってとこだよね。やっぱり1周年超えちゃったんで、そっからさらに強い武器を出してバロックエッジが死んでしまうのか、まあまたね、仏魔複合で出した場合、完全にバロックエッジを超えてしまう可能性があるのかなというふうに個人的には思っています。ということでね、まずは速報で S ランクの心、そしてコスト150のね、おすすめ心紹介、そしてカメレオンマン実際に討伐ご覧いただきました。ドラクエ多くね、新しい心も追加されてまた盛り上がっていく。そして大の大冒険コラボもあるからね、これからのアップデートも楽しみになってきました。ということで、のっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。気が向いたらまた見てください。それではまたな、バイバイ。